Hello everyone, this is 葉山の簡単カタカナ英会話、今回はバイクの日本語でガレージ、英語でガラージなんですが、まあ、シェルターとも言うんですが、あとはハードタイプの、バイク小屋みたいなものをご紹介したいと思います。日本にはないものもありますが、やはりドイツのこのハードのシェルターすごいかっこいいんですね。一番最初にお見せしました。それぞれの国でいろんな工夫をしていますけれども、皆さんはどれがかっこいいと思われますか？今日はいくつかの世界のモーターサイクルガラージ、モーターサイクルシェルターをご紹介したいと思います。それでは Please watch and enjoy。最初にご紹介するのは珍しいんですけれども、ポーランドのバイクシェルターガラージです。海外ではバイクの盗難というのは日本よりずっと多いですね。治安が悪いからです。このガラージはデジタルのロックとアナログのロック、鍵があるようです。でバイクを中にあるレーンに、設置して中に押し込むというタイプです。バイクをそのまま持っていかれたりとか、トラックに乗せて持っていくという盗難があるようです。なのでこういうハードタイプなものが必要ということですね。で上を見るとこの倉庫にはソーラーパネルが設置してあるので、何かに利用してるんですね。で盗難対策もバッチリしてあるようです。次の動画はジャーマンカンパニー、ドイツの会社 GSM GmbH のガラージです。テレスコピックって言いまして、伸縮性がある、伸びたり縮んだりできるっていうことなんですけど、狭い場所を有効活用したガラージですね。なんかよく考えてあるなと思うものです。これはドイツ製のバイクボックス24というものです。もう11年以上前からあるんですけれども、かっこいいですよね。日本でも購入できますけれども、輸入するそのコストとか輸送費ですね、そういうのがかかるようで、ちょっと調べたら53万くらいかかります。一
応 Google の方で出ていたので、それをこの動画の後に載せたいと思います。取り扱ってるお店があるようです。これはエクスパンダ社の組み立て式のガラージです。なんか自分でできそうな感じもしますけれども、まあ一応パーツがあって、それを組み立てればいいというものですね。あと防犯としてはタイヤをチェーンで止めてるだけなので、そんなに、しっかりした防犯ではないかもしれませんけど、こういうものもあります。これは中国の会社ティニテックというところのものです。奥行きはそんななくてもちょっと幅はありますよね。バイクの幅はあります。これもちょっと変わっていて、バイクをまっすぐ入れて横に移動するという、そういう工夫のあるものです。日本ではこれ扱ってないみたいなんですけど、お調べください。このカバーですね、ストーンプロテクション、まあ、嵐でも大丈夫ですよっていうことなんですけれども、これアマゾンとかでもたくさん出ています。ただカバーなのでソフトタイプになります。最後にソフトだけご紹介しようと思いました。これただかぶせるだけなので防犯にはそんなに特化してないと思います。Thank you for watching. いかがだったでしょうか。ハードタイプのものをメインにして今回は使いましたが、いろんなものがありますね。やはりいろいろ工夫してるなと思いました。自分で DIY で作ってらっしゃる方も多いようです。それではまた。I see you later. Bye.